他の実況者さんの動画見てきちゃった。わからないから他の実況者さんの動画見てきちゃった。ははなるほどなって思ったよ。ね、ちょっと違和感はちょっとあったんよな、実は。1984年5月7日ってあるでしょ。ここなぜか何月何日ってないんですよ。ここ7月9日ってあるでしょ。あれ、ここ何月何日ってない。そういうことか。つまりこの5月7日って言うんと、7月9日っていうんがパスワードだったんじゃ。なるほどな。つまり5779か。5779。こういうことか。なるほどな。これはわからんかった。正直この年齢が何だろうかって考えとったもんな。考えても何も出てこんかった。というわけでちょっと不本意ながら他の実況者さんの動画見させてもらって、こんな感じです。まだまだだね、俺も。5779か。5779と。おぉ。タンスの中に鍵が入っています。もうできますよ。ダイニングルーム。セーブ。あ、カエルくんだった。だからカエルくんやって。実はこの週、ミュウちゃーんミュウちゃんミュウちゃん、そこがダイニングって言いたいんですか。わかりました。行きまーす。あ、ちょっと何を言うかって言うとね、この記憶少女の収録の前に青鬼の収録もしたんですよ。おう、ここがダイニングか、やっぱ。ああ、なんかおるよ。前作にはあんなおったよ。でもってね、まあ青鬼ってどこででもセーブできるじゃないですか。それに対してこっちはカエルくんじゃないとセーブできない。うん。やけんね、なんか青鬼した後でこのゲームしたらな、暗なった。したらね、なんつうか、どこででもセーブできるんが、なんかこのゲームにもなんか感覚として残ってしまってね、どこででもセーブしようとしてしまうんよね。メニュー開いてセーブのところを見てしまう。とりあえず右側になんかあるんで、それは調べたい。暗いよ。なんでこっち来たら暗いな。あー、ミュウちゃーん、ミュウちゃーん、腐ったシチューが置いてありますとか。捨てろよ、ミュウちゃん。あの日のことを覚えてる？え？包丁がまな板の上に置いてあります。持っていきますかやと。包丁だと。持っていくん。そんなにえげつないもん持っていくん。何も入ってない。ん？キッチンにあるもの。小麦粉。右の、扉の棚、なんて読むこれで。漢字すぎるないよ。調味料、真ん中の、また同じが出てきた。オイル、左上のなんとか。めっちゃ漢字すぎるないぜ。とりあえず、まあ、こんな感じで、右、真ん中、左上って言うんで、こう、小麦粉、調味料、オイル、みたいな。フライパンがコンロの上に。え？だからといって取れるわけじゃない。いつか必要になってくるんだろうかな、やっぱ。小麦粉、調味料、オイル。覚えきれない、俺。端の方行ったら、暗くなるパターン。そして写真。ここにも写真。一人増えてる。一人ってか、これ犬か？一匹増えてる。あ、犬のポジションに、女の子が。おお、一人ずれて、女の子ずれて赤ちゃん。ミュウちゃんかな。おーっと、成長。なんかちょっと面白いな。とりあえずこっち調べないけません。ん？レイについて。なんかすごい本があるな。そんな本買ってるの、外国の人は。誰が買ったんかは知らんけど、結構オカルトに興味あるんすかね。レイの種類、超。イエスやイエスやイエスや名前を呼ぶにつれて、なんか、名前を呼ぶためになんかイエッサーってなるよな。何がイエッサーなのそれ。何もイエッサーじゃない。危険な例イコール赤っぽく光ってるってさっき言いましたよ。赤っぽく光ってるってさっきのやつじゃないんですか。
やや危険なり、やや危険で何黒っぽい煙のようなものに覆われたあれ。あ、前作出てきたな、黒っぽいやつ。なんか、いい子でちゅねーとか言われたな。危険のない霊。青色に光っている霊。うん。これの青色の霊も見たことある。確かに触っても何もなかったな。これはあくまで個人的な意見である。嘘っぽい。てか、合ってるの？本当に合ってるの？人の弱点って本がある。いろいろ人って弱点あると思うんやけど。人は、隙だらけである。人は立ち上がるときに隙ができる。人は呼吸するときにも隙ができる。それらは人も動物も同じことが言える。うん。哲学ですね。そんな哲学一回されても何とも不運しかならんよな。これでしょうか。これなんだよな。これが一番気になるよな。霊について2! こんな本2冊も揃えんでいいやろ。まだ来たイエッサー。ほんとにイエッサーって読むか知らんけどな。霊の強弱。あ、強い弱いはさすがにあるんや。はっきりと見える霊は強い念を持った霊であるから危険である。透けている霊は強い念は持っておらず危険ではない。これはあくまで個人的な意見である、またか。お前ほんとに霊見たことあるんか。本棚に殴り書きがされている。死にたい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 。いやー、怖い。やめろ。あ、世界地図で。わ、来たよ、これピースのやつじゃん。これマウス映るんかな？映らんわ。確かに4箇所、黒になってるな。一番右のがアメリカやな。でもって、そっから左に行ったところが中国か。中国こんなでかかったっけって感じやけど、中国なんだろうな。確か中国だったような気がする。俺チリとか苦手やけどさ、確かここは中国だったと思うよな。そうだったっけで、下の黒いやつはオーストラリアやな。オーストラリアだよ。雪見よ、うん。オーストラリア大陸で全部がオーストラリア的な感じだったよな。あそこ何やったっけ？何だったかな？イギリスかな？左のやつって。お、はめ込みますかって。おう、やっぱイギリスだったんじゃ。中国でやっとんや。おっしゃ、全部あっとる。やった。オーストラリア。アメリカ。中国。イギリス。違うんかい。え、はめ込む順番とかあるん？なんだろうな。五十音順？じゃあ、アメリカ、イギリス、オーストラリア、中国、あっとるわな。案外簡単だったわ。これは。あ、よう考えたら、あったな。なんか、書斎だったっけ？なんか、五十音順で並べられた的ななんとかって。あれを思い出したっけね、池田やけどさ、俺は。完成した世界地図のパズルがあります。だから何？え？パズルできたっけ？なんか、褒美くれんの？どっか開いとったりせんの？あら、褒美なし。俺、がっかり。黒い危険なんか近づいている。うん。とりあえずセーブですね。喉が枯れてきた。だとしたらなんか変わっとったり、てか開いとんかもしかして。こっち開いとったりする？鍵がいる？開いてませんね。開いてないですね。まだなんかうろつっきょったら、ミュウちゃん現れるのパターンかなもしかして。中に何かありませんね。ミュウちゃんミュウちゃん現れてくださいミュウちゃん。なんかすみませんかミュウちゃん。っていうか、俺何か手に入れたっけ何もないような。ああそうじゃ。不思議な念が込められてるってなんだね。そういうちょっと、訳ありな包丁買って、開いてるーあーあああやばいよ。ちょっとやべえよ。結構、俺、テンション高いけどさ、やべえよ。不思議な念が込められてるだって。そんなもん、安いから訳ありっていう感じで安いからって買ってくんな、お母さん。包丁だったら何でもいいわけじゃないです。
どうやってミュージャー、ミュージャー何してんの。お母さん、バラバラにされた私の大好きだったお母さん、ノコギリでギコギコと音を立てながら切断された。ひどすぎる、こんなの悲しい、痛いよ。助けてあげて、この痛みから解放してあげて。すいません、私そういう霊的な能力ないんです。私の体はどこ、美しい体はどこ。え、セーブしますか。回復が十分ではない場合はセーブするのはお勧めできません。回復が十分っていうか、もう HP の概念あるんこれ。まあセーブしとくけどさ、 HP の概念あるわ。ただ1やけん回復どころ。あー、追いかけてくるんすか。おいが、あーす、あーす、あーす、早なった、早なった。え、なになになに、今のダンス何、今のダンス何、それで何、今のダイレクトアタックやめ。あーす、あーす、あー、早い、ちょっと待って、ちょっと待って、ということ、え、もしかして HP とか概念ある。あ、HP が20、30分の20、え、30マックスあったんが20枚減ってる。1回の攻撃で10減るぐらいの感じかな。え、じゃあどうすればいい、じゃあどうすればいいんですか。包丁で戦うんですか。え、なんすか、え、なんすか、どうすればいいんですか。え、どうすればいいんですか。あーつ、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 あー、生きてる、うわ、ギリギリ生きてる。どうやって出るんですか、ちょっとどうやって出るんですか。やめてくださいよ。逃げ回ればいいんすか。緊急回避。あーっす。後ろからドーン。あれ後ろからドーンになってない。え、ドーンになっとる ?HP 減ってないけど、ドーンで当っとる、後ろからドーンで当っとる、もしかして。後ろからドーン。いいんじゃん。後ろからドーン効いてるよ。この痛みは、あ、あかんかった。これ効いた、これ効いた。なるほど、後ろからドンの作戦でいけばいいんじゃ。後ろからドンでよかったんや。なるほどね。オッケー、後ろからドンね。やってみまーす。ファイト、ファイト、ファイト、あっ、あっ、よっしゃ、よっしゃ、後ろからドン。今の後ろからドンだったか、後ろからドンでもなかったよ。あっ、後ろからと、あ、後ろから、後ろ、あ、あかん。キャーって言うたら自分が食らったって話やな。HP 半分まで下がってる。後ろからドンの体勢を取れ。あっ、早い。後ろからドン、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 ドン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 。連打したらいけ、意外といけだな。後ろからドーンでなかったやつもあったんやけど、前からドーンしたやつもあったんやけど。連打してゴリ押しだったらいけるんや、別に。なんじゃこれ。私、ずっと辛くて、成仏できなかった。おかしくなって、自分がわからなくなっていた。何をしているのかわからなくなっていた。いつしか、ここに来る人たちを殺していた。あかんよ、そういう殺し方あかんよ。この家族どうしてこんなことに。それにあの子は一体何なの。わからないけど、とりあえずこの屋敷から出よう。あー、血が消えた、血が消え、なんか出てきたよ。取っていいんすか、取っていいんすか、マッチ、ちょっとマッチ。この地球展開、ちょっとマッチ、マッチ、ちょっとマッチ。このマッチ何に使うんだろう。とりあえず出て行こうぜのパターンになってしまったわけです。開かない。まあよくあることやな。さっきまで開いていたのに。え、仕方ない、他に出口を探そう。でもおばあちゃんにも心配させたくないから、早く出口を見つけて帰らないと。って言うても、あのおばあちゃん逆に私のことを心配してる、心配させてるし。って何、だってそうやん。お休むあるわや。疲労度を下げ、HP を5回復させられます。うん。てか、おばあちゃんほんと、認知症でどっか行ったもんな。行方不明になったもんな。
それ言うたらおばあちゃんだって心配させないでのパターンですよ。この行動ってやつで回復できるらしいって今聞いとった。なぜか聞いとった。これで HP はちょっとだけ回復できたわね。え？うん、いけるよな。疲労がめっちゃ下がってないっすか？え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 ？疲労度15も下がってる。で、HP5 回復ってちょっとなんか、ワニャワニャちゃいます？もしかして疲労度下がったけんこんなに暗なった？え、このまま続けていっていい？疲労度回復する方法とかあるんこれ。え、それ分かってなかったらちょっとやばいんじゃないですか。まあいいや。じゃあ今回はこの辺でお会いさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。シーワゲップ。